はい、じゃあ続きやっていきたいと思います。こいつとこいつとこいつ倒しましたね。こいついってみましょうかね。トゥーラハン、サル超大国の特殊部隊において、すでによる殺人技の研究に取り組んでいる男、人体の唯一鍛えられない場所、関節を意のままに極める。必殺技アームロッククロスヒールホールド、関節技ね。打撃など所詮は子供の喧嘩だ。私に触れればたちまちお前の関節を決めてやろう。確かにね、関節はね最強ですよね。フランケンシュタイナーでどんぐらい効くかな。完全にこれスト2のガイルですよね。アームロック来た。いやー大丈夫だね、このぐらいだと。でもなんか今のエフェクトは何でしょうか。これ麻痺かな。麻痺とまた違うのかな。あ、技使えなくなるのかな、もしかして。あ、やっぱそうですね、技使えなくなるんだ。これはこれすごい厄介ですね。あ、動けない。そっか、足使えないから。そっか、そういうことなんだね。じゃあもう回復しかできませんね。あ、でも反撃はできるんだね。気合痛めで、これで回復できるんじゃないか。これは技じゃないよね。おっと、重くなってるね。まあ、技2つ覚えたんで、また間合いとって、相撲技で。ああ、間違った。間違った。相撲技でちょっと、期待かな。何だったっけな。アームロックとそうだね。この2つだね。だから、アロハリテ。アロハリテで間合い取りながら、戦えないかなっていう気がするんですけどね。いいですね、これ。そんなダメージ出ませんけど。あー、ちょっと、ダメでしたね。よーし。あー、こればっか使うとね、技覚えないんで、ね。まあ、動画としてもね、面白くない動画になっちゃうんですけど、まあ確実にゲームクリアするためにしょうがないですね。ちょっと面白くないですけどね。よーし、勝利。私の関節技を見切るとは完敗だよ。よーし、セーブしましょう。さて、この下の、こいつら二人ですね、次は。こいつ強そうですよね、もう千人みたいなね、ザ・達人みたいな感じの雰囲気をね、もう醸し出してますけどね。行ってみましょうか。なんて読むでしょう、モリベ。なんて読むでしょうね。日本古来から伝わる素手の殺人技、骨法の伝承者。お、硬い鎧を貫いて人体に内部からダメージを与える闘志などの奥義を持つ。いわゆる北斗神拳ですね、これ。浴びせ蹴り2だ。北斗神拳伝承者ですね。お前の行く先には おそらく最強への道が開かれていよう。この実戦最強の武道、コッポに勝つことができればな。なるほどね。行ってみましょう。また接近して、足払いはいらないよ。ミスか。さすが達人。ねフランケンシュタイナー。ミスか、マジか。足払い、ちょっと技覚えるまで全然効かねえんだな。気合ためで回復して、2だ、来たね。これは技だね。すげえ。マジか。マジか。さ
さすが達人だ。これは強え。全然攻撃当たんねえし。スーダ以外の技も見せてくれよ。全然効かねえ、カウンターが。カウンターじゃねえな、こんなの。足払いじゃないんだな。すげえ、この関節ほとんどすごい確率で発動してますね。まあ、ミスになってますけど。間合い違うのかな？なんだっけ、浴びせ蹴りでしたっけ？もう一つの技。ちょっと間合い変えてみます。間合い変えてみましょうか。詰めてきましたよね。ちょっと処理がまた重くなってますけど、よろしくください。来ないね。この辺にいたらどうかな。ダメだね。スーダしか来ない。倒しにかかりますか。重くなってますけど、お許しください。録画ソフトわかんのかな。録画ソフトを起動するとどうしても重くなってしまうんですよね。なあ、もう全然進まないですね。倒しにかかっちゃいましょうか。ダメだ、技使ってこない。多分なんか条件あるんでしょうね。間合い的な。この辺にいたらどうかな。ダメだね、やっぱ詰めてくるんで。ダメだ。アロハリで使いましょうか。全然効かねえ。全然効かねえな。あるって、ダメだ、全然効かねえ。これも地味な動画になりそうですね。猫魂、これじゃねえんだな。なんか別の技、パンチャマキック、ダメだ。スパイラルに、ね、こいつやっぱ強えな。全然攻撃がね効かないんですよ。締め技ちょっと使ってみますか。こっち CH ホールド、なんか効く技あると思うんですよね。足を止める、ミスか。こいつ足使ってくるんで、いや全然効かねえ。ダメだ、2だ。マジかよ。じゃあこっちも2だでいきましょうか。2だ、効いたね。よし、カウンター使えるだけね、こっちが有利だと思うんですけど、何せこいつ、回避率が異常に高くてですね。ああ、倒せましたね。いやー、こいつ強いわ、ほんと。やっぱ達人ですね。ふふ、これからはお前のような格闘家の時代が来る。いいですね。さあ、例によってやっぱこいつ残りましたけどね。まあ、
ここまで来たらね、行きましょうか。マックス・モーガン。マックス・ボンバー、ジャーマン・スープレックス。できれば2つ覚えたいですけど、思考、重い。スーダでレベル下げるか。レベルっていうか能力下げるか。お、いいですね。あ、いいですね。うん、ダメージは少なくなってますね。でもね、この麻痺がきつく。お、二つ目の技来ましたよ。よし、これあとアロハリテ使っていきましょうか。あ、間違った。間違ったけど、どうでしょうかね。アロハリテで、ちょっと間合い取って。よし。これで倒せればいいんだけどね。あー、ダメだ。間合いを。取れなかったね。ああ、やられた。いや、でも惜しかったんじゃない今の感じね。こっちはもう何回でもね、挑戦できるんでね、行きましょう。まあ、動画としてはね、完璧に倒した、その一つの動画があればいいんですけど、何度も言いますけど、この倒す過程をね、ダメで失敗して、また挑戦するという過程をね、また見ていただきたいなと思ってますんでね。まあ、あんまりね、ダラダラした動画になった場合は、カットしたりしますけど。うん、こっちじゃないんだなぁ。あ、いいのか。この技だ。あ、この技だね。アームロック。さて、なんだっけ、ジャーマンスープレックスとアームロックだよね。覚えた技は、あ、違う、 M ボンバーか。最強威力で麻痺だもんね。じゃあここから、間合い取ってアロファリテのハメ技で倒したいなと思いますけどね。近づいてきませんね。パス。あー、吹っ飛ばないね。一発目は吹っ飛んでほしいんですけどね。よーし、しばらくこれでまあダメージ削って、まあカウンター技もねたくさん覚えたんで、だいぶ有利だとは思うんですけどね、こっちもね。いいぞ。効いてる効いてる。あー、ダメだ。吹っ飛ばない。麻痺になっちゃったー。負けたー。つえー、こいつ。ほんとつえー。いやー、麻痺はね、ほんとね、ずるいね。麻痺対策、ないのかな。やっぱもう2だ、2だけでどんどん弱体化させていくしかないかな。うん、でも麻痺来たら終わりなんだよな。ローキックじゃないんだな。こいつでどんどんもうステータス下げてって、あ、麻痺にはならなかったけど、ならなかったけど、ああ、やられたね。あ、やられてない。よし、もう一丁。ここからね、アロハリテで間合い取れればいいんですけど、どうかな。運も絡みますよね、この戦い方だとね。
よし。聞いてる聞いてる。もうまあとりあえず麻痺来たらもう終わりなんで、間合いを詰められたら終わりです、完全に。よし、いいぞいいぞいいぞ。スーザで、あーやばい、あー来た、ダメだこいつ、つえー、ほんとつえー。あー間違った、あ、いいのか。ほんと強え、こいつ。どうやったら倒せんだ、こいつ。やっぱ豆に舞いとって回復しなきゃとかあんのかな。遠距離的な攻撃ってないもんね。まあ、スパイラル2か。ないもんね、あとは。この時点でちょっと回復して、ステータス上げる？そういう作戦もありですよね。近づいたら、まあでもね、どうなのかな。そして2打で相手を下げる。この作戦どうですかね。いいんじゃない？でもね、やっぱ麻痺になったらもうダメなんですよね。うわーし、覚えたぞ。麻痺にはなってないね。まあ、ひらになってない。なんだっけ、もう一つの技来いよ。あーだ、そっちじゃないんだな。まひなっちゃった。もう一つの技来いよ。気合痛め。よし。違う。それじゃないんだ。あー、やられたね。いやー、勝てねえ。ほんとこいつ勝てねえ。でもね、今の作戦、どうですかね。気合痛めでステータスアップして、通打で相手のね、ステータスを下げるっていう。そういう作戦もありですよね。よし、来たね。ちょっとこの作戦でちょっとしばらくやってみましょうかね。うん。麻痺が来てないね、一発目は。よし、麻痺は来てないね。じゃあまたちょっとここで気合痛めで、もう一つの技を使ってくるまで我慢。あー、ダメだ。連チャンは厳しい。違うんだよ、出してくる順番が違うんだよ、お前。まあでもとりあえず2つ覚えたんで、アロハリテでも相取りながら戦いたい。よし、まあこっちはレベルも上がってるんで、でもそうダメージがね、上がってるわけでもないですね。ああ、ダメだ。詰められた。ローキック助かった。よし、反撃技。よし、足止めたぞ。足止めた。こういう戦い方もありなのかな？いいね。足止めて、その間に間合いをね、詰めとくっていうか、間合いを取っとくっていう作戦も、ありっちゃありですよね。さあ、来い。近づいて来い。来たね。エルボー、これは大丈夫だね。とりあえず麻痺がね、怖いから。アロハリって、ああダメだ。いや、もう少しで倒せると思うんだけどな。やばい、アームロック。まだか。まだ倒せないか。あー、ダメだね。負けた。あー、強い。ほんと強い、こいつ。攻略サイト見ようかな。ほんと強いわ。
これだけね、これだけステータス上げてもですね、勝てないんですよね。麻痺にはなるなよ。よし。スーダ。よし。違うんだな、それじゃねえんだな。あー、これしか来ないとちょっとダメだね。じゃあさ、どうしようかな。まず歩けなくさせましょう。あ、ダメだ。ダメですね。運が絡みますね、これ。アロハリテで、あとは間合い取れるだけ取って。あ、ダメだ。強え。ほんと強え、こいつ。もうこれに頼るしか。あ、間違った。間違った。どうする？一か八か。足止めてみるか。まだ倒れないね。ああ、ダメだ。終わった。ああ、強い。勝てない。勝てない。勝てないね。これだけね、ステータス上げても勝てないのか。スーダをやらないで、足技で動き、足を固めて、どれだっけ？これか。歩けなくしちゃった方が、よし、よし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 。よし。アームロック。とりあえずこれで、また間合いを取って、回復してって感じで、行こうか。よし、いいね。でもね、技使ってこないね。ちょっとこの作戦どうでしょうかね。まあダメージもそこそこ入ってるんで、ただこいつ技使ってきませんね。あ、やばい。エルフ。ちょっと逃げ回ってね、ちょっと回復するって感じでないとちょっと厳しいですよね。来た。これはいいんですね。もう一つの技ですね。麻痺付与の。麻痺付与の技が来てほしいんですよね。
ちがこれじゃないんですよ。来た、これだね。麻痺になるなよ。なっちゃったね。麻痺になっちゃった。つえー、ダメだ、勝てねえ。ダメだ、こいつほんと強い。でも足を止める戦い方って結構いいかもしれませんよね。まあ技を覚えるかどうか分かりませんけど、まあこれはいいんですよね。問題は一発目で麻痺が入らない、かつこっちが敵の足を止めることができればだいぶ優位に立てるんですけど、これですね。麻痺になっちゃったね。まあこれは大丈夫だと思うんですけど、次ですね、ここで足を止めることができれば、よし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 、とりあえず逃げて回復します。逃げて回復して近づいてきたらまたね、相手の足を止めるみたいなね感じで行きたいと思います。もう一つ詰めてくるのよね。あ、スパイラル2じゃないや、これか、違うな、もう一歩かな。あ、違った。あー、麻痺だ、つえー、こいつほんとつえー。ごめんなさいね、何回も同じ動画で。どうしよっかな。あんまりこれステータス上げすぎてもダメなのかな。まあこれでとりあえず技2つ覚えましたけど、ですよね。で、これもしかしてですけど、ここで動きを止め続けたらどうでしょうかね。いけますかね。おお、いいね。ほら、これよくないですか、これ。この作戦。もうはめ技ですけどね。これどうでしょうか。いいですよね。あ、これ良くないですか？倒せるかな？ダメージもそこそこ入るんで。ほらほらほら、良くないですか？ほら、いいね、いいね、いいね。これいけんじゃね？いけんじゃねえ？これ。頼む、そろそろ。足を止めてくれ。よし、よし、よし、やった。あ、高原まさる1番、モーガン2番、やりました。え、これで終わりですか。はい。あ、やっぱコースが出てくるわけですね。はい。すーごい、もう、上目遣いですね。天津飯みたいにおでこに目あるんですか、これ。お、河原で、決闘ですね。手ぬるいぞ、高原まさる。あの程度の雑魚に勝ち、奴らの技を得て最強になったつもりだろうが、それはお前だけではない。俺は奴らに
きっちりと刺してやったよ。とどめをな。アマチュアガキのナムキャット。格好だけのルチャ野郎。関節技だけのハン。所詮はウドの大木のイヤウケ、イヤウケアに同化に過ぎマックス。そしてモリベとかユーチジ、ドイツも自らの弱さで死んでいた。お前の名を残してな。倒した者の命を立てずして、真の勝利はない。俺か、俺こその最強。オーディオ・オブ・ライトだ。うん。てめえのやってることは格闘技じゃない。ただの殺戮だ。ナムキャットの足技。グレート・エージェの飛び技。ハンの関節技。ジャッキーの力。モーガンのパワー。モリベのじいさんの奥義が。そして、この俺の怒りが。てめえをぶっ潰す。はい。行きましょう。ちょっと時間かかってますけどね。こいつも技覚えるのかな。ちょっとわかんないですけどね。通打で下げたいですよね。よし。アクロ DDO。強っ。マジか。強い。動きは止まらない。強くないっすか、ちょっと。麻痺効くかな。お、効いた。これでどうでしょうかね。麻痺付けにすることができればいいんですけどね。こっちダメージ大きいんで、この技ね。麻痺付けにしたい。よし、いいね。今んとこいい感じですよね。麻痺付け、麻痺付け。どうでしょうか。そろそろ落ちてくれ。あー、やばい。やられたね。こいつ、強えな。最強とは人を殺せるかどうかで決まるのだ。あー、もう、これ、格ゲーのパターンですよね。まあ、ちょっとここで、終わって、動画切りましょうか。次回ね、リベンジ戦行きたいと思います。ちょっと長々とした動画で、ね、申し訳ないですけどね。ここまでお付き合いいただいてありがとうございました。次回は、現代編の最後となりますね。よかったら、次回も見ていただければなと思います。それでは皆さん、次回の動画でまたお会いいたしましょう。さよなら。